で、じゃあまあここからはじゃあまあピック弾きベーシストと指弾きベーシストがどんなサウンドを好むのか、どんなものを使うのかっていうのもちょっと考えてみましょう。そうですね。こういわゆる、はい、ベーシストのこう音作りの要といいますか、はい、っていうのであれば、はい、じゃあまず本体の話からいきましょうか。はい、ね、こうジャズベハ、プレベハとなりますね。はいはい、やっぱもうこれはもう分かりきってると思いますが、はい、僕は完全プレベハです。私はジャズベハです。まあやっぱそうなります。そうなっちゃうんだよね。完全に。完全にね。完全にジャズベハですね。いや俺も完全プレベハだったね。まあ、最初ジャズベ使ってて、はい、ジャズベの音ももちろんすごい好きなんだけど、はい、じゃあ今どうするっていうとやっぱ、なんだろうね、こうみんな言うけどさ、はい、結局この、個性のある音というか、はい、ピック弾きってだけでも割とベーシストの中でも個性の塊なのに、はい、よりその個性を引き立たせたいなと思ったら、はい、やっぱあのプレベのちょっとミドルの出る感じというか、はい、であとあのアタックも好きなんだよね。はいはい、だからハイをね結構バリバリに上げてバキンバキンっていう音もプレベ の、はい、あの独特な感じっていうのは、はい、やっぱピック弾きが入る気がしてて、はい、まあローのさあの低音の形っていうのはさ、わりかしそんな低音って言っても一緒じゃないって俺は思うんだけど、はい、そんな低音っていうもの自体で違いはそんなないと思うんだよね。はいはい、だから音の要になるのはやっぱハイミッドとかローミッドあたりのデカいだと、はい、まあまあこうハイのちょっとパキッとした感じなのか、その周波数のちょっとすごい高いとこが出てんのか、はい、ちょっと、だから10キロあたりがバーンってなるのか、5キロあたりがバーンってなるのか、2キロあたりがバーンとなるのか、で、違いが出てくるのかなと。だから、プレベは割とミドル寄りの、はい。ハイの出方がするんだけど、まあ、それゆえのね、ちょっと、なんていうのかな、やっぱピック弾きにこうする塊でガーンって出てくるような。はい。バン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 みたいなさ。一発一発の音が太いというかね、それがやっぱピック弾きにはまってるのかなっていう気が個人的にはしてて、はいはい、やっぱプレベで、まあ俺は特にあのオリジナルプレシジョンベースっていうさ、はい、あのプレベの形なんだけど真ん中にこうシングルが入ってるっていう、はい、だからちょっとなんだろう、ある意味ジャズベをフロントだけで鳴らしてるようなサウンドのよりちょっとプレベに寄ってるっていう、はい、タイプだから、まあ、よりちょっとハイの出方はちょっと バキバキしたサウンドになるんだけど、ちょっと裏技だからあんま話したくないんだけど、おっと言っちゃいますけど、おっとあの、ひなっちサウンドってあるわけですよ、いわゆる。はいはい。ひなっちのこう、ほんとバコンバコンバコンって鳴ったようなサウンドって、あれを出すコツっていうのがあって、ほうほう、で、これはあの実はね、弦高をめちゃめちゃ下げるっていうのが、その必殺技の秘訣でして、弦高すげえ下げるとあのちょっとサスティンは減るんだけど、その代わりにあの独特なバコンバコンって音が出やすくなるわけ、ちゃんとアタックすると、はい、結構ほんと死ぬほどギリギリまで下げる。あ、もうこれ危ういんじゃないのっていうか、ちょっとハイフレ死んでないんだよくらいまでやるとぶん殴ったようなバコンボコンみたいな、はいはい、サウンドになって、ちょっとサスティンは減っちゃうんだけど、その代わりアタックがすごい強調される、はい、っていう技をちょっと見つけまして、よりやっぱあれはプレベじゃなきゃ出せないなっていう音になってきてね。なるほど。それを発見してから、より、あ、やっぱプレベの独特なサウンドっていうのをさらに追求していくことで、はい、あ、これは面白い、人を殴ってるようなサウンドにならないじゃん。やっぱジャズベアってなかなか、はい、人を殴れるんだよ。バコンバコンなのね。っていう、やっぱ、オリジナリティのあるサウンドになりやすいっていうのを個人的なプレベの。皆さん聞きました、ベースは物理っていう。ベースは物理なんですよ。ベースは物理。人を殴るんですよ。人を殴るんで。でも個人的な見解です。はいはい。なるほどなるほど。そういう意味で言うと、うん、自分も結構実は似てるのかなっていうのがありまして、っていうのも、うん、自分はジャズベって言ったんですけど、うん、アクティブのジャズベが大好きなんですよ、自分は。そうなんだ。あの、アクティブベースのジャズベースの、うん、あの、独特の、もうプリアンプがないですけど、うん、あの、独特の、こう、パッシブでいう、こう、空間的に積むじゃなくて、うん、思いっきりもうこのアンプのキャビネットから面でパーンって当てたような、はい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 、硬い、確かに硬い硬い硬い、ちょっとビーンってする感じだよね、はい、アクティブのね、あの音が自分めちゃくちゃ好きで、
もうアイバニーズの SR なんてまさにそうです。まさにそうです。アクティブな。はい、もうこれに掘り込んでるからっていうのもあるかもしれないんですけど。ザ・アクティブ。いや、ジ・アクティブ。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 そうだ。そうだ。危ない。英語の選択肢で危ない。そういうことね。もう、アクティブ、よく言われる、こうね、こう、揶揄する言い方でも言われるアクティブ臭さではないけど、もう、明らかにアクティブだね。この音はみたいな。ブリブリっとした感じよね。はい。なるほど、なるほど。やっぱそこが、もうここは個人的には譲れないですね。もちろんパッシブのジャズベの音も好きなんですけど、まあまあでも弦張ってないしね。張ってないしね。すごいですね。弦張ってないからそんな好きじゃないんじゃないかな。これ弦張ったらこっちの方が明らかに今まで使ってるベースの中で最高クラスの値段の。そうなの？ベースです。もったいないな。これ自分の父親から譲り受けたベースで、ちょっと今。触りたいですけど、これいつだっけな、1900、親父が学生の頃だから多分1980ぐらいの時に買った、ジャパンヴィンテージじゃん。はい。ネックは黒炭を使用しておりますね。だよね、だよね。はい、この色、エボニーだよね。はい。すげえ。多分、今だとどれぐらいするんだろうな、値段はっていう感じの。やつにはなりますね。あと今弦張ってないんですけど、うん、持ってもらったら分かるんですよ。あ、すげー詰まってる。めっちゃ重いね。多分ここまで重いベース。そうそうではない。そうそうないね。もうこう落ちるっていう感じ。ね、俺持ってるプレイテックのベースがさ、はい、圧勝材なの。はい。だすげー重い。タイプなんだけど、はい、いや、それより重いかもよ。重いと思う。しかしたら。めちゃくちゃ重いんですよ。すげえな。ほんとに重いんですよ、こいつ。やべえな。俺が今使ってるアイバリーズは多分、冗談で言って3倍の重さ。ほんとに。こっち軽いよね。え、だって、こっちのアイバリーズのベースは、ボディを片手で触って、こう、ダンベルみたいにこうできる。そうなんだ。それぐらい軽いんですよ。こっちは逆に。めちゃくちゃ軽いです。こう、SKB ってね。スケベっていうケースに入ってるけど、そうスケベっていうケース、スケベ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 ース、まああれが間違いある。ここはここカットします。いやでもすごいっすよ。すごいね。いやなんかいい音出そうな、腰のある。音はめちゃくちゃいいって思ってたんですけど、あれこれムーンじゃなくねこの音。あおかしいなと。うん。親父、これムーンだよね。うん。ムーンのベースだよね。あ、ムーンだよ。って。え、これ、本当にムーンの音。ああ、そういえば、ピックアップはシェクターだわ。ああ、なるほど、なるほど。ピックアップシェクターに書いてない。ボロボロですけど。あと、実は今、ここの部屋にはなくて、大学に置いてあるんですけど、うん、実はもう一本、フェンダーの、うん、フェンダー USA のムスタングベースを、ええ出まして。マジで？実は。いいの持ってんじゃん。そう、実は、なんだかんだ言って、今使ってるベースより、はるかに、ハイランクなものは、確かに、持って、あ、いるんですよ。なるほどね。でも、それでもやっぱり、どうしようかな。SR が好きなのだ。使ってはしまいますね。はい。いいね。愛があるね。これ一筋ですね。あ、そうだ。